よし、続き、いきます。はい、丸々1時間ぐらい、さまよいまして、さっぱりわからず、どうしていいかわからないということなので、攻略サイトを見てきました。いや、自分的にはね、ちょっと不本意ではあるんですが、まあちょっと先進めないとなると、ちょっと、どうにもね、ならないので。で、かなりね、惜しいとこついてたんですよ。攻略サイトを見ましたらば、ちょっと待ってね。まず、ルート的にこっちで OK なんですが、ここ落ちないように気をつけてね、行かないとダメなんですけど、ジロ吉伊予が今井が関係ないみたいです。真空切りいきます。なるべくね、攻略見たくないぜの僕としては、ちょっとね、悔しいですね、この辺ね。はい。子供の頃はまあ、ね、クリアできないにしても、先進めなかったにしても、大人になった今だったらっていうね、感じでプレイしておりますんで、今だったらできんじゃないかっていうね、子供の頃よりもっとできるんじゃないかっていうコンセプトでやってるんですが、まあ、大人になったからこそ進めないということもあるでしょう。こっちだったかな？もう一個上だったかな？やっぱこの部屋がなんか隠し、これ。そうそうそう。惜しいとこついてたんですけどね。これ、ノーヒントだぜ、これ。ノーヒント。ねえ。まあでも多分、あれかな、ジロ吉うまく使うことによって、この辺の、なんだろう、隠しルートのさ、なんかね、地図とかなんかもらえたりする可能性もあります。なんかこの辺調べりゃいいのかな。こっちじゃなくて、これか？これか？ない。なんもないね。何も見つからない。ここじゃないのかな？違うか。もう一個上かな。ちょっと上行ってみましょう。上のフロア。あららら、ここに戻されたわ。戻されちゃいましたわ。多分もう一個上のフロアに行けば、同じような隠し通路があって、屋根裏に行けて、みたいな感じだと思うんですけど。あ、もう。うわぁ、ほんとストレスだわ、ここ。このダンジョン。もう早く終わりで。この待てばこのね、間隔が長い、この。まあ、それでも、敵は一撃で倒せるようになったんで、まだその辺はね、ストレスはないんですが。ちょっと一回待とう。一回待とう。おい。おい。よし。この攻略サイト見た時も、唖然としましたね。こんなヒントなかったぜっていう。まあこれからも多分この作品ってそういうの出てくるのかもしれないですね。まあ、一応、まあ自力でチャレンジしてみて、どうしてもダメだったらって感じですけど、いや本当に何もない1時間でしたね、収録1時間。1時間ってなると動画2本分ぐらい撮れるんですけど、いや、その2本分完全に没ですよ。完全に没です。はい。偶然見つけたとかね、あれば、なんでしょう。ね、動画として使えるんですけど。あ、これ逃げるわ。使えるんですがね。もう偶然で、まあ惜しいところついてたんだけど、なかなかね、そうもいかなかったですね。壁ばっか調べてたもんな、そういえばな。まあその辺、うまくかわしてね、かわして調べてたんでしょうね。はい。よし。まあ、実質前回の動画もね、ほぼほぼ、なんだろう、無駄っていうか、実りのない、収穫のない動画だったからね。さすがにそれ3本続けるわけねえいかんでしょう。よいしょ。さあ、この上のフロアの、
なんかあの屋根裏部屋みたいなとこだったのかな、確か行くべきは。オッケー、おい。でそこにその今行くべきところになんかシャッターを開ける道具があるらしい、アイテムがあるらしい。ここかな多分。おい、ここだと思うんですよ。これね、さっきのフロアと、ほらやっぱなんか人いるもんな。よし、タンスの横にあるマムシダバンを使えばデビルクロの部屋に入れるで。誰だお前は、そもそも誰なんだお前は。マムシダマ、オッケー。ノーヒントすぎるな、しかしな。まあだからジロキチうまく使えってことだとは思うんですが、そういうことだとは思うんですがね。よし、オッケー。まあ何はともあれよ、これで先進めるから、これでシャッターのね、最深部まで行こう。こっからだぞ、こっから。いやなんか無駄に動画ね使っちゃったから、1本2本ぐらい無駄に使ったんじゃねえか、このシャッター最深部に行くための。まあいいや、とりあえずはねこれで行けるから。でもってこのボス戦ってなるのは多分明白。いけるかな、どうかな。ホスピもね多分何回も打てないよね。危ない、よし。さあもうここ落ちたくないよ、慎重に行こう。はい、オッケー。ここでやり直ししたくないからね、慎重に1個ずつね。これが私のスタイルですよ、地道に地道に一歩一歩進んでいくっていうのが僕のスタイルですから。さあ行くぞ。確かこの階段登ればシャッターの最深部に行けると思ったんだけどな。おい、来たね。ここでマムシ玉を使えばいいってか、これか、使う、オッケー。おお、めっちゃ破壊、ほとんどもうダイナマイトみたいな感じじゃないこれ。ふふふ、北が十兵衛、わしはデビルクロン魔界州の一番手。おお、もういきなり来ちゃうのこれ、一番手さんが。改造した戦闘員を各地に送るのがわしの使命。なるほど。そして我らのボスがこの国を支配する。来たな、デビルクローン。火炎ホスピ、真空ギリ、兜割り入れたいけど、入った。兜連打が、うわー、ちょっと待って待って待って、2回行動かい、これはなかなか厳しいよ。入った。よし。おー、オッケー。いける。ただ、おっと、2階じゃないのか。なんかあれだな。変則、2階行動みたいな感じだから。よし。もう一気に兜で。兜！うわー、ダメか。欲張る必要はなかったか、ここは。でも。いやー、もう兜で一気に行こう。うわー、マジかよ。おー、いや、でも三振はないでしょ、さすがに。三振はないと思うよ。よーし、や、ツーストライクからよ。大事なのは。オッケー。おー、わしじゃ。終わり入道じゃ。あ、よかったね。わしも改造されかかったわ。聞いておろうが、各地の異変は魔界衆のせいじゃ。魔界衆はドクターマインというやつの手下じゃ。うん、ドクターマインね。ってことは、ドクターマインが、ロスボス的な感じになるのかな。コスモドローンは全部で9個、各地の宇宙塚と関わりがある。ドクターマインは魔界衆に宇宙塚を探させておる。奴らにコスモドローンが渡ると大変じゃ。オッケー。
ぬ、いかん、それが爆発するぞ、逃げろ。大概こういうのってね、最後は爆発とか崩れるとかのパターンなんだよこれ。お決まりの、オッケー。屋久島の杉の子大名人にコスモトロンがあるらしい。杉の子大名人、屋久島、わしは一度田島に会う。十六騎士を頼むぞ。ではまたな。じゃあ十六騎士戻ってこねえんだよ。ところがどっこい、戻ってこねえんですわ。ところで越後屋さんどうなった、ちょっといろいろ情報聞いてみましょうか。大きに十兵半、よし六両安い。オッケーオッケー、まあまあまあお金も貯まったしいいっすね。一応店見てみますか。あ、これ銀行か。銀行に預けるほどね、ちょっとまた余裕があるわけでもない。武器屋か。山伏の杖、象牙のナイフ、神秘の鎧、いいんじゃないの。弱くなる、あーダメか。まあまあ強い装備あれだからな、うん、つけてきてるからね。まあいいか、次の段階で装備整えるって感じか。秋の町は渦潮で渡し船が出ないらしい。だからそれをちょっとどうにかしたいっていうことなんだけど、え、ジル騎士戻ってきてるかな。スパイ進行中、やーべえ戻ってこねえぞこれ。伊予の町でドラゴン卿とかが流行っとる。ドラゴン卿、伊予の町、やべえ戻ってこねえぞこれ、どうすんだよこれ。あー来た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 、ジル騎士です。見事な変装でしょ。調べやしたがここに新しい情報はありません。また読んでください。あーよかったよかったよかった。ずっとあそこで待ってたのかな、もしかして。ドラゴン卿、こっちの宿とかってどうなってんだ。あーまあ一応泊まれるは高えな、こっちやっぱちょっと割高になってんだな。なるほどね。まあこの話の流れで今度秋の町行けよってことだと思うんですけど、どうなんでしょうね。あーいねえわ、誰もいない。そして誰もいなくなった。ジェットストリーム、最後行こう行こう行こう秋の町ね。助っ人カコちゃん呼ぶ。よーし、じゃあ秋行こう。4両、オッケー、近いよね。よし。で、持って、これで、ようやく次のステップ進めるのか？どうなんだ？カブトガニ大名人、そう、行ったけどダメだったんってなかったっけ？薩摩の南東の屋久島に杉の子大名人、だからそこ行きてんだけど、船出せねえんだべ？九州に行きたいけど渦潮で船が出ない。なるほどね。ここはクレベップへの渡しじゃが、渦潮が上がって船出せん。竜の玉で渦潮は消せるらしいがの。竜の玉、あ、そっか、竜の玉っての持ってこいって、なんか、そうだったよな。まあ、だから、しばらく置いといてもいいのかなという気はするけどな。竜の玉ってのを取ってきてからまた秋の町に戻ってこいっていうことなんでしょ。そういうことだよね。渦潮出せんってな、なんかあの聞いたことありますけどねどこだっけ、徳島どこだったっけ、鳴門高校じゃねえや、どこだったっけ。ちょっとあの高校野球好きの方ならあのピンとくると思うんですけどね、渦潮出せんなんてなんかあったような気がしましたけども、ちょっともう一回大名人のとこ行ってみるか。行ったとてだと思うけどな、どうしたらいいんだろう。なんか状況変わってればいいけどね。オッケー、次の子大名人だけど船渡んなきゃいけないわけだ。どうすりゃいいんだろうね。
っていうか10でさ MP がさ超力パワーがさいまいち伸びてこないんだよね。ホスピの魔法で回復はできるけどちょっと怖いというか心もとないというか早く仲間欲しいな。そうなると早く白、まあ、白もヒーラーじゃないからね。ヒーラーではない。おいもうなんだこれあなかなかのストレスゲーですね。かといって戦っても大した経験値が入ってこないという。北斗こっちだったよな。ちょっと逃げますわ。ちょっとこれ先頭にちょっと尺を取られてもねしょうがないんで、なるべく逃げて進んでってレベル上げが必要な時にちょっとレベル上げする形か。あれどっちだったっけ。北斗ってたから北斗に来たんだけど、でもな逃げたらなお金結局たまんないからね。おい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 、まあいいけどね。新しい町行ってで、うわ武器高えなーのこの決まりのやり取りやって、じゃあちょっとお金稼ぎしますっていう稼ぎ作業動画会でやっときます。この繰り返しいいと思うけどね。ただストーリーなぞるだけなんだったら。おい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 、マジか。これだって普通に倒してる方早いじゃねえかよ。真空切りで倒してる方早いぞ、これ。なんだよ、なんだよ、もう。あれかな、やっぱ数多いから、逃げにくいとかあんのかな。いや、完全確率だよね、多分ね。あれちょっと待って、俺どこに向かってるこれ。大明神、あの大明神さ、いたじゃんね。アッカンベイ。大明神いたじゃんね。なんかボコられて全然もう使えなくなってた大明神が。いたけど。あいつはどこだったっけ。まあ言っても無駄かもしれないけど、ダメだな、ちょっと見つかんねえな。ちょっと迷ってる迷ってる。一回もう一回秋の町戻ろう。助っ人カコちゃん呼ぶ。秋の町戻ってたんだね。ちょっと待って、とりあえずさ、行けるところ、進めるところ進んでいくか。大した情報ってないからな。どうしたらいいんだろう。薩摩の南東の屋久島に、だからさ、行きてんだけど、それはわかるんだけど、行きたいんだけど、竜の玉どうしたらいいのよ、つ話よ。竜の玉。竜の玉玉をどうしたらいいのっていう。すごい火山がある、クレベップの南。うん、やばいな、どうしていいかわかんない。四脚マン、さあどうだ。おっと、投げられる、先に投げられる。はい、オッケー、あざっすあざっす。とりあえず行けるとこ行ってみるか。東の方から来たから、とりあえず西の方に進んで行ってみるけど、なんか街見えてるけど、あれアクセスできないかな。どうだろう、ちょっと逃げます。あれアクセスできないかな。大吉逃げます。なんか可愛いけどね、大吉ね、キャラデザインがさ、踊ってるもんな。なんかな、から西に向かってなんかあの町行けないのかな。おい、すごくねえすかこれ。相
変わらずの鬼エンカウント、地獄エンカウント。これ逆にさ、逃げるに専念したら、わあいけねえんだこれ、マジか。え、ってなったらどうすりゃいいの、どうすりゃいいの、こっちから行ける、ぐるっと回る形なのかな。いけるかな、逃げます、早く城迎えに行かなきゃ、あっかんべえ、こっち行けないもんな。ちょっと困ったね。割と RPG 戦いたい人なんですけど、僕はもうこんな逃げるのって結構難易度思います。RPG 実況で、うわーダメか、いけないかってなると、いけるとこってかなり限られると思うんだけど、ちょっと待って、でもこっち行くとまた戻っちゃうんだよな、何話の方に戻っちゃうっしょだよね、あの橋渡っちゃったらさ、もうさダメだよね。おい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 、おオッケーオッケーオッケー、逃げるんだったらじゃあ逃がしてくるよって話だけどね。いやー戻ってきちゃったな、戻ってきちゃったな。ちょっと待って、ちょっとどこにも行けないぞこれ。なんか情報、このクリアした後ってさ、問題解決した後ってあんまり情報くれなかったり、どうでもいい情報だったりみたいな。わかんない、どうしたらいいんだろう。またこのパターンか、どうしていいかわかんないパターン。いやー困ったな。この地図200両で、もう買おう、とりあえず買っとくは買っといたけど、毎度もうないよ。何の地図、地図入れ、3飛んでんな。ちょ待て、3番飛んでる、ほうほう。でもこれ船乗らなきゃダメなんじゃないの、これ秋の町だよね多分ね。なんともだよな、どうしたらいいんだろう。もう一回ちょっと秋の町全員に話しかけてみるか。カゴちゃん呼ぶ、ちょっと何回も行ったり来たりで申し訳ないですけど、何回もこの秋と何話の行き来みたいなしてるけどもね。はい、もう一回ちゃんと情報聞いてみなきゃダメだな。一応お店にも入るけど、これかごやか、すでに契約されていますだよね。これって開くんだ。モドリンの玉いいのか、これ勝手にもらってって。薬草があるがもう持てない、諦めた、薬草使うか。オッケー。でこっちは100両、オッケー、いいね。やってること完全に盗っ人だよこれ。いやーマジちょっとどうしていいかわかんないな。もうすでに契約済み、やっぱお
店は意味ないか、駒物やなんかないよね。もう竜の玉とか売ってないもんな。どうしたらいいんだろうな。どうにかしてちょっとさ、あーちょっと待って、ここじゃね、秋の町じゃねえのか、さっきの地図見た限りだと。あ、違うな、なんか似てるけど違うな。そっかそっか、なんか船乗り場みたいなね、あのあれだけどさ、あれってどこの町なんだ。まさかナンバー、ナンバーか。ちょっと待ってくれ、ちょっとナンバーに戻ってみます。なんか、なんかね、見たことあるようなないようなって感じだよね、あの作り。ごめんなさい、本当にな、うわーもう一歩でこれ。待て、スケット、ちょっと何回もね、カゴちゃん呼んであっち行ったりこっち行ったりで申し訳ない。ほんとヒントねえんだわこれ。よし来た、こっちか、この辺、いや違うか、いやでも近くねえすか。いやここだよねやっぱりね、多分。でもさ、行けなくない、この川の中に入れないっていうか。ね、多分この裏だよね。あ、これ行けんのかな。何は救われたで。さあ乗った乗った。あー、オッケー、いける。こうして十兵衛は伊予の町へ。あー、ドラゴン教とは。あー、これで次の、あー、ちょっと待って。待ってください。こういうことだったのか。ちょっと待ってよ。まだ調べたかったなー。あー、でもこれ戻れるでしょ。二の巻、海底要塞シードラゴン。竜宮城の危機。はい、第一章終了しましたね。ここはいいよだよ、17歳だよ。ね、どうしよっかなこれ。待て、とりあえずはですね、にわ、金取るんかい。まあ一回戻って、ダメかなこれ、船行ったり来たりするだけだから、あの船乗り場の裏回れないのかな。いやー厳しそうだね。この裏、この柵の裏なんだよな多分。これどうすんだろうこれ。いや、なんかこの川に入れないかな。胴長とか来てこう、入れないのかな。いやー、胴長売ってませんか、無理ですか。いやー、無理か。草笛って何なんだろう、そもそもこれ。一回使ってみる草笛。待て。ちょっと、操作が。あれ？ないな。あ、そうか。一回使ったのかな。あ、じゃあ R は使ってみっか。ここでは使えない。で、なくなってんでしょ、多分。R は。バトル中か。土佐の沖の竜宮に渦潮を消す道具があるようや。あー、それ取ってこいってか。なるほど。沖に十兵衛藩。いやー、ちょっと行けないっすよね。この川にさ、入れねえんだよ。ちょい厳しいなぁ。なんかどっか、いやいや、マジでちょっとさ、あの胴長売ってるとかではないよな。違うよなぁ。胴長ってわかりますかね。
から入れる。いやー違うよな。でもやっぱ船でこれなんかこう歩くしかないのかな。ぽいよね。ちょっとわかんないわ。井戸から侵入するとか、そんなバカなか。そんなバナナだよなこれ。うわいけねえしな。まあいいや、とりあえず保留っていうか諦めるな。まあ何かを指してるんだと思うんだけど、まあいいか。とりあえず次の展開早く、あの渦潮を消さなきゃダメだからな。あ、でも待って、カゴチャンネル乗った方が安かったかも。まあいいや。まあ何はともあれ、じゃあ次からは第2章でございますね。はい、まあちょっとね、一章長かったね。まあ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 、わからないことだったり見落としだったりなんかたくさんありそうですけどね、今後もね、なんとかお付き合いいただければなと思います。はい、ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。